ヒッカルドは、日本の競争は主な勝ち倉に2016年のエルムステークス、2018年のホーチングランプリカップ、富士のウェーブ記念、ブリリアントカップ、多い記念。9歳定年制があり、かつ、A1 クラス在籍の9歳以上の馬は、その年のうちにオープンで入着が1回でもあれば、次の年に在籍できるという特例規定のある。 南関東公営競馬所属馬では、2021年7月現在最年長の在籍馬となっている。2013年11月3日、東京競馬場での2歳新馬戦でデビューし、11着。3歳を迎えての3戦目で、初勝利を挙げ、500万下条件クラスで参戦して2着2回とした、後秋初戦の条件戦で2勝目を挙げた。 1000万下条件クラスも2000で通過し、準、オープンクラスに上がるも参戦して、未勝利に終わり、2015年夏2 0 0 0万、条件クラスに高級。高級後最初の4戦を2着1回3着2回として、12月の霞ヶ浦特別で4勝目。再度の準、オープンクラスも3度の2着を記録した後、2016年7月のアダタラステークスを勝って、 オープンクラスに上がり、初めての重傷出走となった8月のエルムステークスでも、追い迫るクリノスター王を首差しりぞけて、重傷発制覇を遂げた。エルムステークス制覇後は一転して掲示板に乗ることが、ほぼなくなり、2018年1月のポルックスステークスで、久しぶりに5着に入ったのを最後に1月10日付で、中央競馬の競争馬登録を抹消され、船橋競馬場。 佐藤祐太旧車に、天馬屋した。船橋天馬屋初戦の放置グランプリカップでは、3コーナー過ぎから押し上がって、直線で先頭に立ち、2着ロアジャルダンに七場審査を、つけて、遺跡初戦に勝利した。続く富士のウェーブ記念も2番手から抜け出す競馬で、オメガベンデッタに七場審査をつけて、重賞に連勝。 新設第1回のブリリアントカップでもタービランスを市橋に4分の1差下して重傷3連勝とした。5月の大井記念では直線入り口から後続を突き放しサブノクロ表に3馬審査をつけて重傷4連勝を達成した。自走の帝王賞でゴールドドリームの4着に終わってかはしばらくの間は3着以内に入らない成績が。 続いたが、2019年度は、オープン競争の千葉ダートマイルと、草の国オープンを制し、次の2020年度は、川崎マイラーズなど3重賞で2着に入る走りを、見せた。2020年11月20日付で、ゴーディーが、競争場登録を抹消された後は、南関東公営競馬での最年長の競争場となり、2021年6月の中原オープンで5着に、入って、 次年度の出走権を確保すると、続く7月のひまわり賞で1年7ヶ月ぶりの勝利を挙げた。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com 地方競馬全国協会に基づく。ありがとうございます。